さん、はじめまして。これから皆さんの動力測定を行います。オバ、彼女は上級生なのだろうか。私は測定担当教師の石橋美沙です。随分と可愛らしい先生だな。動力測定の結果でクラス分けをします。動力の潜在力である動力値を機械で計測し、そこに動力の種別による補正を加えて、クラスは特別組の S、 進学組の A、 就職組の B、研究組の C の4クラスですが、 S クラスではさらにツバイ S、SA、SB、SC の4フェーズに細分化することになります。 S クラス内でのフェーズは今後試験などによって変動しますが、上のクラスの移動は難しい、原則ないものだと考えてください。ただし成績次第で下のクラスへ移籍することがありますので、ご注意ください。ですから測定とは言っても手を抜かないでくださいね。もう一つ、高い動力を磨き、さらに高めていくことはこの学園の目的であり、国民の義務でもあります。というわけで、動力研究志望の学生さんでも動力値が著しく高い場合、そうですね、 S クラスに該当する能力を持ってる人は動力者クラスへの振り分けとなりますので、ご注意くださいね。クラス分けが決定すれば進路が決まるも同然になるわけです。皆さん、入学案内書を右手に持って一列に並んでくださいね。優しそうで良い教師だと思うが、緊張感に欠けるな。もっとも、無駄な緊張は動力を発動する邪魔になりかねない。穏やかな雰囲気の教師が特定に当たるのはそうした配慮だろう。大場はのんきだな。ところで大場、私は小一時間考えていたのだが、大場ではなく誠一と名を呼んでも構わないか。うん、大場は堅苦しいのは嫌だと言っていたしな。では、呼び方は誠一でいいか。うん、フェアだ。そこのお二人さん、したんですけど、あなたたちだけが2列に並んでいるので列が乱れてしまっているんです。あ、セイチ、お話の続きは測定の後でゆっくりとね。はい、そちらの彼女、あなたの順番よ。はい。よろしくお願いします。はい、気持ちを楽にしてここへ両手を乗せてくださいね。これでよろしゅうございますか、石橋先生。そんな緊張しなくてもいいんですよ、靖国さん。いいえ、それほどでも。
いいから肩の力を抜いて楽にしてくださいね。はい、では動力を発動してみてください。はい。靖国さんは火炎系動力ですね。数値は、はい、靖国さんの動力値はフェーズ SC ですね。それは高い方なのですか？そうですね、 S クラスに分類されるので全体からすれば低いというわけではないですけど、 S クラスとしては威力が乏しいということで、ギリギリ合格ラインのフェーズ SC ということですね。今一度私に機会を。ごめんなさいね、靖国さん、テストは一度きりだし、後ろが詰まっているの。聖一、私は S クラスの最低フェーズだそうだ。その通りだが、しかし、それは三流よりは一流の方が、いや、私はトップの中のトップになりたい。いや、トップにならなければならないのだ。言う通りだ。考えてみれば、周り全員が超えるべき壁だと思えばいいのだ。そう考えれば、これほどやりがいのあることはない。うん、燃えてきたぞ。うん、急に冷えてきたな。うわっ、きったれー。うえくしゃみするときは口を押さえろよな。口の中まで入っちまった。兄貴、何やってんの？もうすぐ測定だよ。ひどい目にあった。測定前に縁起が悪いぜ。ほらほら、いいから早く。
城東子さん、今本気で動力を発動していますか？数値の上がり方からするとまだ余力があるようですけれど。あの数値本気ではないのか？きちんと測定しないといけないので、全力は一気に出してくださいね。いいんですよ。本気。スイッチ、足元。凍りついている。はい、上城東子さん、 S クラス確定ですね。フェーズは SA ですね。おそらく先生は動力でカンパをシールドしているのだ。さすがは足の森学園の教師ということか。S クラス、フェーズ S や。すごいな、学園最高クラスじゃないのか。こんなすごい能力初めて見たわ。納得できない。すごいな、本当にすごい能力だ。納得できないのはもっと能力が出せたからなのか。そうだけど違う。納得できない。違う、 S クラスじゃない。なるほど、それだけの力があればもっと上を望むか。さすがにあれだけの動力を発動すれば上は望める。しかしこの学園に S クラスより上はないぞ。私はS クラスなんて望んではいない。私が望んでいたのは上城東子さんだったか。 S クラスを望んでいないならこの学園に何を望んで入学したのだ。名前も知らない人に答えたくはない。失礼した、つい興奮してしまって。私は安国茜だ。今後ともよろしく。安国茜と大場誠一。こちらは、東子と呼んでいいか？名前で呼ぶとフレンドリーだと誠一から教わったのだ。どうでも。覚えていないのね。ん？覚えていないとは。なんでもない。納得がいかない。
次の人、まだですか？はーい、もしかしなくてもあなたですよ。はい、大場誠一くんですね。両手をそこの端子に置いてくださいね。気を楽にして動力を発動してください。はい、それじゃあ動力を…え？おいおいおい、なんだよあれ。まだ測定器に触っただけよね。それなのにあの数値って。誠一の動力値って。あの大場くん、動力の発動はまだですよね。数値の上がり方は。本当にいた。本当にいたってどういうことだ、どうこ。天才的動力値の持ち主、フェイズトライエス。に触れるだけであの数値なのだから、動力を発動したらさぞかしすごいのだろうな。期待している。見極めたい。なぜですか？発動に危険が伴うのならみんなを避難させますよ。先生、誠一さんは動力を発動できないんです。え？どういうことですか？誠一さんの動力値は計測不可能なほどに高いんですけど、その動力を何かに使うことはできないんですよ。なんだって？本当なのか、誠一？使えないというのは、一体…
が、動力を発動できないのに、なぜこの学園へ？辛いな。その辛い気持ち、すべてではないが、理解できる。同情はしない。動力が使えるようになりたいという気持ち、理解できないから。トライエスが入学だなんて前代未聞ですよ。大変そうですけど頑張ってね、大場くん。私に協力できることがあれば何でも言ってくれ。Sクラス、納得できない？ユズは動力科学研究科の志望ですから、聖一さんが頑張れるように精一杯バックアップしますね。